今夜も 2.9 次元アイドル鴨川誠が登場。ファンディングのこと、そして次なる目標とは。前回に引き続きですね、ゲストに次元を超えてやってきてくださいました、はい、鴨川誠さんです。どうぞよろしくお願いします。ついついこっちも声がなんか大きくなっている感じですが、はい、でもね、2次元から来てくれたっていうことで、はい、本当動きも全部もう、はい、大きくて二次元な感じ。そうですよね、はい、派手な感じ。なんか普段そんなこと思わないんですけどね。そうですか。一人だからかもしれない、比べる人がいないからかな、うん、あれでもあの普段二次元にいる時って3人ぐらいいませんでした？あ、います。あの実は他にも次元超え予備軍のキャラがいるんですよ。もう少しで超えられそうみたいな、もう少しかわからないんですけど、超えたいとあの切に思っているキャラが2名ほどいます。誰ですか？そうなんですね。ことまきまいっていうキャラと、はい、神崎りのっていうキャラが実はことまきプロジェクトにはまだいます。あー、そうなんですね。ことまきプロジェクトの中の鴨川誠。あ、そうです、そうです。なるほど。じゃあやっぱでもね、次元超えるの結構大変ですね。先週伺ったんで。そうなんですよ。うんうん、もしかしたら他の次元アイドルが来るかもしれないっていう。そうですよね。だから今一人だとだからキャラクターみんな違いますよね、多分ね、うん、そうですね。なんか鴨川誠はこんな元気いっぱい、うん、そう、こんなんやけど、二次元の人が全員そうかって言われると、そうじゃないよね、うん、それはもう伊藤さんみたいな安定の安定いるかもしれない、 ね、 ね、キャラクターの方もいらっしゃったりとか、はい、そうです、はい、ね、はい、少しそんなにこうガーッて動くタイプではなくて、そうですよね、なんか、ね、うん、なんかオケが止まってもも普通してるあらーみたいな、次かけてみたいな感じのキャラクターだっているわけですもんね。ですよね、はい。ふわりふわりと舞い落ちる雪。今回クラウドファンディングの、はい、まあ、二次元での生活をラノベ化しようという企画であの参加していただいてたんですけど、はい、第二目標の音楽、曲もイメージソングも作るんですよね、それ。はい、達成したので。そうですよね、前回もちょっとね、その話をね、話をして、うん、はい、どういうイメージソングになる予定なんですか？このやっぱりラノベの壮大な世界観が、うん、まあ、壮大になる予定なんですけれども、はい、壮大な世界観があるじゃないですか、はい、それをちゃんと曲の中でも物語で表してもらえるような感じにしてほしいなと、うん、思ってます。あ、全然わかんない、どういうこと？でも結構アニメとかのオープニングって大体その物語を表してるんですよ、歌詞とか曲調とかに。そう、そういう、だから曲だけ聴いたら曲として立ってるけど、お花、その中のストーリーともリンクされた曲にしたいってことですよね、うん、そうです。物語のある曲にしてほしいです、うん、ストーリー性のある。珍しいです、伊藤さんがこんなに熱くなってるのは。本当ですか？魔法少女、魔法少女好きですもんね。大好きですね、はい、うん、いや、さっきもかなり2人で盛り上がったんですよ。 なんだっけ、魔法、召喚魔法が、あ、時空魔法を主にしていて、炎症魔法をで、結構そういう召喚魔法もできるって。炎症魔法っていう、何ですかそれ？炎症魔法っていうのはやっぱあの魔法を読み上げないと言葉に力があるの、魔法っていうの。言うんですか？え、電車の乗りながら何か言ってるんですか？それ結構ヤバい人いでよみたいな。あ、でも雷鳴るとやっちゃいますね。はぁ、雷鳴った時こそ魔法っぽいじゃないですか。雷属性なんですか？じゃあそうなると雷属性あったら嬉しいですね。あー、属性的に雷属性が好きなんですか、伊藤さんって。じゃあでもやっぱ雷の魔法ってかっこいいじゃないですか。あー、落とす感じですか、ドドドン。そうですね。で、好きなアニメで雷属性のキャラが好きなんで、雷鳴ってるとその必殺技とかを言っちゃいますね。え、乗りながら？乗りながらは、まあ、乗ってる時に雷鳴ってたことがあんまないので、街歩いてる時ですね、どっちかっていうと。え、それ、なんですか、どういう時に言いたいんですか、こいつイライラするなと。いや、ドンぶつかってきて、ちょっと押さないでよみたいな乗ってる時とか。そこはちょっとあの妄想ですね、はい、でもちゃんと言っちゃう時やっぱ雷ですよ。雷鳴ってる時って、うん、天から来てる感ありますもんね。そうです、我を試せとか言っちゃうのね。言っちゃいます。炎症ってことはそれ言葉に出してますよね。そうですね。全然あのスラスラ やっちゃうんですよね。へー、うん、ちょっとワンフレいただいてもいいですか。それは我が命ず天よ、今光の矢を我に与えたまえ、サンダーボルトみたいな。伊藤さん初のテーブルが出ました。
らいにしちゃうんですよ。すごいやっちゃうんですよ。やってるんですね、普段はね、そういうことをね。ふわりふわりと舞い落ちる雪。今回の第二目標まで到達しましたもんね、うん、はい、しました。どんなことしてました？その第一目標、第二目標で到達するまでに何か告知とかいろんなところでされてましたよね、うん、あ、毎日ネットラジオとかでよろしくお願いしますって言ってました。ネットラジオって何ですか？自分でやってるネットラジオがあるんです。あ、そうです、なんかショールームをやってて、うんうん、最近は数がちょっと忙しくて減ってるかもしれないんですけれども、空いてる日はほぼ毎日30分ぐらい自分で喋ってるんですよ、ショールームを。え、毎日？すごい。そうですね、だからライブがない日とかそういう予定がない日、何もない日はこう二次元からショールーム、ネットを通じてみんなに声を届けるっていうのをやっているんですけれども、はい、それは無料とかで見れるんですか？あ、そうですね、ショールーム見れます。じゃすぐに見ね、二次元と通じちゃうってことですね。確かに鴨川さんもね、まことちゃんとすぐにお話できちゃうってことですよね、うん、そうですね、でもそこでほぼ毎日お願いしますって言って、うん、言ってみんなあの支援してくれました。今回第一目標に到達するまでってなんか僕のイメージだと割とパパッで達成してたようなイメージ。すごい、一瞬でした。なんか思ったよりもう速攻で、そうでしたよね、ふわって集まって、ね、うん、集まって、で第二目標が結構直前で決定したんですよ。そうですよね。そうなんですね、うんうんうん、なかなかなんか停滞期間もありつつラストスパートだから、最初のスタートダッシュとラストスパートがすごかったですね。最初のスタートダッシュはこういう告知をしようかなとか、ここでやろうかなとか考えてたりとかしました？あ、だけどやっぱりスタートダッシュが大事だからっていうことはもう包み隠さず言ってましたね、うんうん、皆さん最初だから勢いづけてほしいです、うん、お願いしますって言ってたらみんなこうファッて、あ、うんうん、なるほど。え、結構お返しとかはどういうお返しがあったんですか？リターンっていう、あの支援してくださった方に、うん、いろんなリターンがあるんですけれども、うん、ブロワイドとか、うん、あとそれこそラノベがもらえますよとか、あ、できた本がもらえます。でもうちょっと上だったらサイン入りのラノベもらえますよとか、はい、あとそのセットの曲のデモ音源もらえますよとか、はい、そういうベータ版か、ベータ版がもらえますよとか、うん、そういうのをしてましたね、うん、で、だからラノベとかが結局もらえるわけやから、うん、そのきっとラノベできたら欲しい、買うよっていう人はいっぱいいると思うから、そういう人はあの前払いのお買い物だと思ってまずできるように支援してくれたら嬉しいですっていう風に言ってましたね、うん、うんうんうん、口がみんな結構大変だって言いますもんね、やっぱりね。そうですね、でもやっぱりこのミライメーカーズさんを YouTube でも見ることができるっていうのが大きかったと思います、うん、これをまず見てくださいって Twitter とかでもいっぱいリンク貼って言ってたんで、それを見て思いを受け取ってもらってみたいな。そうですね、やっぱり情報量が鍵なのかもしれないですね。 そうですね、その言葉だけではなくて映像でね伝えたりだとか、うん、そのラジオとかでまた声でまた伝えたりだとかで、うん、はい、ね、直接こうあの例えばショールームとかそういうネットラジオであのお願いしますって直接言われると、うん、やっぱりこう文章だけとかよりも、うん、あ、やってあげたいなって思うじゃないですか、うん、確かに、ね、あと本気度みたいなの伝わってきますよね。そうですね、ね、本当にやりたいんだろうな鴨川さんはみたいな。そうそう、ね、ファンの人たちってどういう反応してました、それで。あ、だけどうちと同じぐらい成功させたいっていう気持ちを持ってくれてる人たくさんいましたね。やっぱり熱いファンの方が多いんです ね、 ね、そうだからうちがやりたがっているからちょっとやってあげようっていうのはもちろんあるんですけれども、まあ、自分たちからしても、まあ、見たいとか、はい、ラノベが見たいとか、うん、このラノベができたらうちの活動の幅がまたグッて広がるかもしれないとか、うん、そういうことを考えて応援してくれる人もいました。うーん、やっぱね、前の先週も熱いファンの方がいるってお話してたけど、はい、気持ちが熱い方が多いんですね、本当にね。そう、増やしていきたいです。うん、なんかそういう人たちの思いもあるからより一層なんかファン増やしたいなって思いますね。ファンもファンが増えることを望んでいるので。だってね、そこから、ね、まあ、鴨川のことちゃんが大きくなっていくのを見たいっていうふうに思って応援してくださってるんですもんね。そうですね、もっといろんな人に見てほしいとか仲間増やしたいって思いながら応援してくれてます。ふわりふわりと
えた後でなんかこう変わったなって思うことってあったりしますか？変わったこと、やっぱりこうさっきもちらっと言ったんですけど、活動の幅が広がるというか、うん、2.9 次元ばっかりの印象だったのが、あ、これから2次元でも動き出すんだなっていうことで、そこでの注目度がちょっと上がった気がしますね。キャラクターとしての注目度と言いますか、アイドルとしてだけじゃなくて、こう、あ、二次元キャラとしてもこれから生きていくんだなっていうことで注目度上がったなっていうのは少し感じますね。ファンの人も絶対楽しみですよね。どんな二次元暮らしてるんだろうって、うんうん、すごいいろいろ、このしかも小説で読めるっていうことで、そう、また新たな一面が見れるってことで楽しみにしてくれています。そうだね、早く出来上がるのが楽しみですけど、ふわりふわりと舞い落ちる雪。クラウドファンディングの魅力ってどういうところにあると思いますか？魅力、なんかやっぱりこうリターンが来るじゃないですか。はい、こうみんなでやって、で損がないっていうか、はい、そこが大きいかなと思いました。なんかいろんな SNS とかもやっているわけなんですけれども、なんか叶わなかったら何も残らないみたいなことも、だからその目標を到達しなかったらもうなんか何もないっていうか、こうリスクだけ背負ってしまうみたいなものがあるんですけど、このクラウドファンディング、確かに何も残らないですけど、マイナスがないじゃないですか。それで成功したらそのリターンがプラスで返ってくるっていうか、それがなんか普通の支援とは違っていいところかなと。なるほど、なるほど。なんか優しい感じがした。失敗だったらみんな損するだけみたいな感じじゃなくて、あの失敗したら何もなくて寂しい気持ちは残るけれども、成功したら得をするよみたいな。まあだから最悪ゼロですよって話ですね。そうそうそう、なんかそこが達成しなくてもね、別に誰も損しない、マイナスがない仕組みですもんね。そうですね、プラスしかないですもんね、そう考えるとね。だからそれがなんかすごく優しいかなと思いました。なるほど。またなんかクラウドファンディングでやってみたいなとか、今度またって何かやりたいなと思ったりしますか？そうですね、なんか頻繁にというわけではないんですけれど、まずこのラノベ化が実現して世に出て、でそこでまた新たな動きがしたいって思うようなことがあったらまたやりたいかなと思いますね。なるほど。なんだろうね、次は、その次は何になるんだろうね。いや、うちはちょっと実はアニメとか、アニメですよね。そうそうそう、ね、いろいろしたいことはやっぱり、ラノベで終わらせたくないなっていうのはすごくありますね。いろんな展開、そこからそういうアニメとか、はい、まあ、あとはなんか電車乗ったりとか、ね、そっち寄りに行ってもらう。じゃあ電車もちょっと、カモガマことが電車に乗って、そうですね、聖地巡礼な感じでどっか乗せていただいてもでも本当ね、じゃあもうできた作品を楽しみにしてます、はい、楽しみにしてます。はい、本日のゲストは、鴨川誠さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。君です、手をつないで、いつめ合って少し照れて目をそらす、甘い甘い二人、そんな未来を待ってます。